皆様こんばんは、絆長崎です。今日は暑かったですね。と電池が切れてたみたいで、絆の扇風機です。すごい、電池変えたらすごいパワーです。今日ご紹介するのはサントリーさんの金麦でございます。よっこいしょ。ジョッキはあのビールを買っても朝日さんです。いただきます。ああうまか。今日はですね、ピヨピヨ軍団代表して絆だけがいます。ちょっともう時間が遅いんでですね、結構配置とか目線とか角度とか、まあいろいろやっぱり15分ぐらいかかるとですもんね、このピヨピヨスタジオっていうのはですね。ちょっと遅くなりまして、お弁当半額から さらに値下げじゃなかったかな。もともといくらだ、429円からの244円が263円、お買い得でした。まあちょっとお店の名前とかですね、バーコードを消す意味はあるのかわからないんですけど、どこで買ったとか、どこの商品とか、個人情報っていうことになるのかなと思って、撮影時は一切映らないように2年過ぎましたかねやってきてますけれども、人様もねこう映ったりするときはですね、こうして上の景色を撮ったりとか、いろいろこうして正面から映らないようにですね、個人情報ですから。前あそこにおったよな的な感じの話になったら大事ですからね。絆長崎見てみろよてめえこの野郎みたいな大事大事っていうかさ、知らねえしみたいなね、そんな喧嘩なんか見たくないですよ。くちゃん見たくなかねえ、うん、見たくなかですよね。食べたかねえ、うん、と喜んでおります。人生初の牛すね、筋じゃないすね、すねって言うたらすねをドキッと折ったよいしょよいしょ。水、醤油、砂糖、焼肉のタレで炒めた後に煮込んだものです。20分ぐらい煮込んだのかな。ちょっといただきたいと思います。これがですね、ちょっと15分20分ぐらいなんですけれども、すごくスライスしてるんで、なんかあれやね、これ珍味みたいな感じに なってますけど、うめえ、これまた顔こんなの、なんか笑っとんな、誰が笑っとん、なんか笑っとんな、誰が笑う、怖い怖い怖い、なんか怖い、2回言うた。うまいもんじゃろがい、誰が言うとん、
いただこう。うん、マジうまか。我ながらあっという間に食べてしまいそうです。あ、うまい。しかしやっぱりある程度はカマンマゴダですね。うん、あ、うめ。天然マダイのお刺身です。よし、ちょっと待てよ。黒いあれが入っとんな。天然とは変えとらんかった。どうなんやろ。判定は絆どっちね。養殖です。何養殖。見極めたね。よ、天然と思ったんですけど、天然のマダイはですね、お刺身にした時少しピンク色です。とても白くて綺麗でしょ。前説明したけれどもじゃない、しましたけれども、少し黒い線が入ってる時があるんですよね。養殖さんの見極め方、天然と。あれ、あとは入ってないやん。いや、入ってたからな。うん、おっちゃ元魚屋恥ばっかかんごとせんばいかん。うん、天然物で間違いないと思います。いやいやいや、ちょ養殖物で間違いないと思います。うん、ゆっくりいただきたいと思います。5分が過ぎてしまう。あ、うめえ。ただいま22時50分送信開始いたします。 Wi-Fi がないがために受信が遅れますけれども、ゆっくりいただきたいと思います。よっこいしょ。今日のスポットライトは、後ろのカーテン汚れとんな。洗ってももうトレンドですもんね。久しぶりに絆とレオくんです。